はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテンツに毎日更新でレトロゲームの動画をやったり噛んだりしております。そんな感じで、はい、まあ一回コンテンツにするまでどんな感じのゲームでしょうかとか楽しんだりしている感じの、動画になります。よろしくお願いします。というわけで本日のゲームはこちら、筋肉マンダーティーチャレンジャーでして、なんかダーティーなチャレンジャーが活躍するというかをぶっ飛ばそうぜっていうゲームですかね。はい、こちらですね。こういうパッケージ画面ですね。まあ、筋肉マンの、あれ、知らないんですよね。実はそんなにちゃんと読んだことがないので、アニメもまあ見たことは ないんですけどね。どんな感じか、ちょっと待ってもわかりませんけど。はい、やってみればわかるでしょう。おそらく格闘ゲームでしょう。どうだろう。アクションの可能性もあるのかな。やってみましょう。よし、よろしくお願いします。先ほど見ましたが、今日のワンコンテンツ1回ゲームオーバーするまで、どんな感じのゲームでしょうかとかをやってる感じでです。です。お、なんで？すげえ、だからファミコンのドットみたいな文字が書いてある。日本で活躍するダメ超人筋肉マンは実は大筋肉戦に住む筋肉族の王子だった。うん、ミート君が王子って呼んだりするんだっけ。世界最強の超人を決める超人オリンピックが次々戦い挑んでくる強豪超人たちを打ち倒し、バッファローマンが言ってたのわかる。宇宙超人ギャグトーナメントでも見事優勝を飾ったと。テリーマンとの、なんだっけ、なんだっけ、筋肉戦の真の大王となることになった、王位継承者として認めない5人の邪悪の神が現れた。ああ、なんか王位継承編っていう言葉聞いたことあるよ。そして神々は筋肉マンが生まれた時病院で災害が起こり、6人の子供の取り違いがあったと主張し、5人の超人を真の大おなんてな感じある。邪悪な神々の主張により、ここに筋肉性多い争奪サバイバルマッチが始まったということですね。だそうです。それらと戦う的なことかな。ダーティーチャレンジャー、あ、一人モード、対戦モード、オプションモード、ゆで卵、集英社、NTV 東映アニメーション。ちょっとボタンの配置だけでもこれで見られるかな、オプションで。違うな。とりあえずデモ画面が先に始まりました。サーフボードストレッチ。どれがどのパラメーターだろうな。ストンピング、膝切り、DDT、なんかエルボーなんちゃら。これはスピーディーさはあまりなさそうなプロレスゲームですよ。 DDT、 こう技は簡単に出せるもんだろうか。後ろには囚人服を着たような人たちは解説者なんだろうか。なんか睨み合い、今これデモ画面です。すげえ睨み合うやん。何これどうなってんの。飛車のゲージが溜まるのを待ってんのかな。どういう条件で飛車のゲージが溜まるのかもよく分かんないけど、そろそろ喋ることもなくなってきた。おっ、ワンドかい。あれ違う、 120% どっちが喋ってんの。ビッグボディ、マッスルリベンジャー。ちょいちょい聞いたことのありそうなワードとかはやっぱり出てくるけどね。わー、やった方もただじゃ済まんやろ、その必殺技。バタ。下のゲージがやっぱ超必殺技を打つに必要なゲージっぽいですね。あれがオレンジになればもしかするとその超必殺技が出せるかもしれないですね。このまま筋肉マンの必殺技を見たら、今度デモ画面はもう、なんか役目を終えたと言ってもいいですよ。赤になった。下のゲージは赤になったよ。フェイスクラッシャー。あ、大丈夫か。頑張れ。あ、終わった。奇跡の逆転ファイターならず。あ、終わった、ね、超人予言書店。特にあの見れませんね。ゲームレベルノーマル、ハードイージー、ノーマル、まあ。ボタン配置はわからないから、とりあえずやっていこう。シナリオ団体戦、ほう、まあ、シナリオで。キャラクターを選ぶんだ。筋肉マン、ビッグボディ、ソルジャー、フェニックス、ゼブラ、マリポーサ。あ、ま
まあ筋肉マンを選ぶことになるでしょう。筋肉マン対5人なんだ。そういうことか。6人なんだ。6つ5ですかね。お粗末くんですかね。怒られるぞ。じゃあ筋肉マンで。筋肉マン対ビッグボディ。あ、さっき見たじゃん。フィニッシュオールドマッスルスパークだって。パワーこそ全てだ。お前をひざまずかせてやるぜ。せっかくだったら違う人見たかったな。あ、閉められてる。どれをすればいい。ガチャガチャやってるけど分からん。やろう。マジでちょこれ ガチャガチャやるしかないな。何もできん。食べるクラッチ。技を出すたびに下のゲージがなんか減ってるね。マジで何しゃべるのか。コントローラー効いてるのかも分かんないレベルで何しゃべるのか。これはまずいですね。必殺技のゲージがこっちはもうそろそろマックスに行きますよ。必殺技のゲージなのかどうかわかんないけど、めちゃめちゃどうするの。何ゲージだ。お、後ろ3段バックドロップ。どうだ。どうやったら何がどうなったか全然分からない。ボロ負けるな。お、返した。サンダーファイヤーパワーボム、キャメルクラッチ。あ、もう無理やろ。あの音が聞こえてるから、コントローラーすごい、とにかくガチャガチャやってる音も。どのボタンを押せば何ができるんだろうな。バックドロップ。やばい。あれ。ね、ギブアップ。あ、ギブアップした。ギブアップしました。お疲れ様でした。プッシュスタートボタン。はい、ちょっと待った。ちょっとやってみようかな。あ、違う。組んでから下を押して膝を落として R。 ちょ待てばこのバグ。あ、いや、あ、出た。組んで下を押して膝を落として R ボタンを押せば何か必殺技が出せるっていうのを今見たので試してみてましたけど、から下を押して L。 どうやってするんだろうな。
これ抜く抜くこ食らってる時はもう無防備というか何もできないのかな。とりあえずあゲージが溜まったらこれができることが分かったけど、あな何今見てなかったさっきと同じ技。ああで、なんか技が出せた。どうだ、ダメだその地味なやつ。タイミングゲームなのかな。あ、やばい。さっきこれギブアップをなんか出てきたけど。負けるなー、ここでなんか。死ぬ。どうやって抜ければいいのこれ。長くない？これしかできない。これしかできない。バックドロップ、あ、やばい。あ、とりあえず下の角っこの顔のところがアイコンでルーザー、ウィーナー負けました。プロレスゲームってなんかこうか普通の格ゲーと違って体力ゲージみたいなのはこう分かりやすく表示されてなくて、なんかキャラクターの顔色とかを見て判断するみたいなとこってありますよね。なんかね、終わりです。だバーサスモードでバーサスモードでこの対戦とかもできるってことですね。まあ、各キャラクターでそれぞれ技があるみたいなので、はい、もしよろしければ皆さんもですね、どんなキャラクターどんな技を持ってるのか試してみてはいかがでしょうか。というわけで本日お送りしてきたのは筋肉マンで、ザがつくんだっけ、ザがつかないんだっけ、ダーティーチャレンジャーというゲームでした。お疲れ様でした。さよなら、逃げろ。